今回は、FF10 のイベントの強プラスやっていきたいと思います。で、メンバーは、今回、10のみで、いけるかな一応、ブラスカのレベルを急いで上げて、ルルーとブラスカで弱点をつきつつ、でいこうかなと。でも、ジェクトは、特にすることないから、ジェクトビームしてもらおうかなと。なんとかなるかな、うん、回復かもユーナに頼りっきりで、でフレンドさんはデジタルの鉄壁をお借りします。一応ね、やっぱ弱点が多いからそこをつけばなんとかなるかなっていう。で、防御と攻撃力を下げて、水属性攻撃、はい、いきます。でいければね、ミッションは久々にクリアできたことになるからね頑張りたいけど、入れて、うわ強っ、ファーストは出ないか、1000ぐらいか。強いな、ルールより魔力低いんだけど、あ、でもほぼ同じね。うわ、そうだそうだ、津波してくるんだった。反動早いね。
やり直そうか。何回かやって無理だったらちょっと考えよう。